ドッセタキセルは、タキ酸系の抗がん剤の一つである。重合した微小管に結合して、細胞の優位と分裂を阻害する。商品名はタキソテール。先行して開発されたパクリタキセルと名称が非常に似ていて、作用基準も同じだが、高腫瘍効果や溶解性の点で改良がなされており、重篤な副作用の発症率が低いという報告がある。常実のように、 タキソテールはタキソールよりも少ない容量となるため、名称を間違わないように注意が必要となる。2011年7月、タキソテールの溶解済み製剤が発売され、名称がワンタキソテール点滴常駐とされたが、タキソテール点滴常駐用も引き続き、販売されている。パクリタキセルと同様に水に難用なため、無水エタノールに溶かして使用される。タキソテール中は、 タキソール中と異なり、添付溶解液として13%エタノール溶液が添付されており、これに用事溶解して使用する。ただし、エタノールに過敏な患者に用いる場合は、生理食塩水、または5%ブドウ糖液を用いることもできる。一方、ワンタキソテールは、溶解済みの一倍ある製剤であるが、溶液に39.5%のエタノールが含まれており、 エタノールに過敏な患者に用いることが難しかった。2008年にタキソテールの最新作が終了すると、後発品が一斉に発売され、その中にはエタノールフリーを歌う製品が複数存在した。2015年5月になってワンタキソテールの組成を変更して、アルコールを含まない製剤とする胸の変更承認申請が提出されたが、 2016年11月現在では変更承認されていない。なお、ワンタキソテール点滴常駐のドセタキセル濃度は添付文書に従ってタキソテール点滴常駐用を溶解した場合の2倍となっている。パクリタキセルと同様微小管に結合して安定化させ脱重合を阻害することで主要細胞の分裂を阻害する。重大な副作用として 添付文書に記載されているものは、である。パクリタキセルに比べ骨髄抑制の発現頻度は、高いが、神経毒性が少ないので神経障害は少ない。累積投与量が増すと、不死や爪の変性が見られる。パクリタキセル製剤と同様に、ドセタキセル製剤にも、無水エタノールが含まれるため、投与後に、急性アルコール中毒を呈する患者がいることについて、 米国 FDA は警告した。なお、パクリタキセルに比べ、ドセタキセルの方が、アルコール量は少ない。ありがとうございます。